皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日なぜこれにシリーズでねご紹介をさせていただきます。ブロンプトンの、もう未だに慣れませんね、あのCラインミッドハンドルエクスプローラーギア、ラック付き、Cラインの M6R のご紹介でございます。でこちらですね、以前にね、うちの方でダブプラスですね、で、お世話になりました。お客さんからですね、ありがたいことにご注文をいただいております。ダブプラスをね、お求めいただいて、その自転車通勤とか、日常生活的にね、自転車をこう、活用するようになりましたと。で、それは素晴らしくいいと。本当に素晴らしくて良くて。で、そういう使い方をね、どんどんしてくると、やっぱりブロンプトンって気になるんですね、と。いうことでした。で、まあね、ダブプラスまだ買ったばっかりだから、もうちょっとね、しばらくね、ダブプラス頑張って乗って、で、まあ、数年後にね、ブロンプトン行こうかな、みたいな話をされておったんですけども、まあ、ここ最近の経済情勢とかね、円安とか、まあ、いろんな情報を見ていくと、もうこれは、ちょっとね、値段がどんどん行くんじゃないみたいな話にこうなったそうで、まあ実際ね、どんぐらい上がるかは分かりませんけども、この状況でね、来年以降値下がりしますよみたいなことを予想する人もまずおらんですからね。まあそういうようなね、ことを考えておられましたらですね、まあちょっとここはね、やっぱ行くべきだろうと、本当にもう英断ですね、いうような形でね、ご注文をいただくことになりました。で、そのね、ダブプラスでこう、日々乗るというふうになった時に、なんかこう、不満がなんかあるんですかというような話をしましたらですね、やっぱりダブプラスはね、いわゆるフルフェンダーっていうのは標準でつかないし、オプションでもね、ブロンプトンのフェンダーほど素晴らしいもんがバンとあるというわけではないですよね。もう雨降ったらもう畳んでタクシー乗んないよみたいな感じで考えてると思うんですけど、そこがですね、やっぱその、日々自転車に乗る、雨が降ろうが何しようがもう乗りますというようなね、運用方法が乗り手の方でだんだんできてくると、ブロンプトンのね、フェンダーがフルフェンダーがついてますとか、あとやっぱ一番感心されてたのはここですね、このフェンダーの、ベロですね、それとか内装ギアであるということがですね、いかに素晴らしいかっていうのはご理解いただいてますし、フロントのバックシステムですね、あれがやっぱりダブプラスにもありますけどね、あるんですけども、その上でブロンプトンのあれをしみじみ見ていくと、あれ、ほんとよくできてますよね、というふうに、おっしゃってました。ブロンプトンですごくいいんですよって、私、散々言ってますけども、折りたたみの車両をね、全く経験がないという人にね、どんだけ言ってもね、私ごときの能力で、やっぱその、素晴らしさっていうののね、片鱗を理解いただくのが、やっぱ、難しいんだな、と。いうふうに改めまして思いました。ダブプラスなりね、ダホの普通の自転車とか、畳める自転車を畳んで運用しますとかね、毎日自転車に乗りますとか、いうような経験を積んだ人が、これを見てもらうと、ああ、なるほどと。値段が高いっちゃ、ね、言われてるけども、こういう理由で値段が高いんですね、というふうにすごい納得していただける感じです。価値がね、効果っていうことはね、値段が高いというか、高い価値があるということで、その高い価値があるということに関して、非常に合理的な説明が可能というか、合理的に理解していただけるような何かがこの車両にはいっぱい充満しとるなぁというふうに改めまして、思いました。で、その上でね、畳んでできることとか、その辺の幅の広さっていうのはもう本当、他社の追随を許さないぐらい奥深い車両ですので、あとはね、清水の舞台から飛んでいただいた以上は、あとは使っていただくだけなので、その使っていただくだけのね、お手伝いを、販売店として一生懸命やりてえな、というふうに再確認をしておるところでございました。この度は本当にありがとうございました。安全運転でお楽しみください。